はい。すごいね、雪がね。つらら。すごいできましたね。はいはい。でもちょっともう、暖かくなってきました。もう雪終わりですね。終わりだよ、雪は終わりだよ、雪は終わりだよ。さてさて、弁当作るか、弁当作るか。とはいっても、今日はね、ちょっとパン粉がね、ってさ、これ唐揚げぐらいしかできない。唐揚げ。何しようか、あと。唐揚げと、ピーマンかなんかあるかな。ピーマンあるよ。あ、ピーマンあるよ、ピーマン。じゃあ、ピーマンと、ソーセージの炒め物をしましょう。これ美味しいさ、何が美味しいかというと、世界でナンバーワンに美味しい食べ物ですよね。ナンバーワンに美味しい食べ物、これ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 。パヤッパヤッパッパ。トゥラッタ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 。はいはい。よくわかりました。朝からもう寝ちまってさ。何やってんだ。今日冷凍のね、なんかいろいろあるんですよ、今日は。冷凍のなんかいろいろ今日はあるんだよ。冷凍食品ってさ、結構あの、使わなくてもいいんで、あんまりひどいもんじゃない限りは、悪いもんじゃないから、とは言っても、どっかの顔知らない誰かが作ってくるもんだろ？まあそんなもんだったら、俺の顔を知らないんだったら、俺の顔を知らねえくせに、俺のために作ったなんて言うんじゃねえよ。じゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん。じゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん。じゃじゃじゃん。はい、タミネタンで、で、どうしたの？はい、この鳥はね、大体あの、大体まあ、なんていうの、この、1回にこれ1つでいいんで、次これ、今これ、次これって感じがあるからね。これこのままテリテリって炙って焼いてサーッと切るとまた美味しいんで、夜はそれしましょう。こっちね。あと汁は、まああるからね、汁がね。でこっち側はこのまま唐揚げにしちゃいましょう。まあいろいろとね。油物ってさ、結局やるときはさ、いっぱい一緒に油使った方が、なんていうの？俺たちゃん。男の子って感じでさ、いや、それ何の歌？お前たちは女の子？はい、じゃあこのまんま行きましょうかね。これが出来上がる頃、もう唐揚げ最近の面倒だから、こうやってもうそのままタツタツタツって切って終わりね。でもやっぱりちょっと高温でスパーンってあげるとね、美味しいよね。スパーン、あんまりおい、そろそろ楽になれや。おい、何それ。なんかちょっとこうあれだよね、悪者に拷問されてる男の感じしたよね、今ね。おい、そろそろ楽になれや。ラッキーで笑おう、まな板だろう、もう終わりなんでしょうね。でもなんかちょっともうちょっとあれだね、ナスがあるね。ナス天もしようか。ナス天をこう、今日ほら、何にもなくなりましたね。素晴らしいね。あ、レンコンあるね。レンコンめんどくせえ、やめ。いや、それダメですよ。キャベツちょっと刻んであげよう。そうするとね、とってもいいことがあります。
食べキャベツと、キャベツと大根刻んじゃおうか。キャベツと大根刻んじゃおうか。まあ、ナスもね、タツタツと切ってトントントンって終わるからね。タツタツトントントン、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 タツタツ、これがタツタツですね、今のはね。トントントンは、え？トントントンの方がなんか切ってる音だよね。タンタントトトン、タンタントトトン。この中に入れてたらね、まず軽く塩して、塩なんだけど、塩だとね、ちょっとよろしくないので、水でね、ちょっと塩水で置いておきます。そうすると味が入ってくるんだよ。分かってるかい、デイビー。ピーマン3つありますからね。ピーマン3つ、ピーマンも素揚げにしてもいいんですけどね。素揚げ系ちょっと飽きるからね。これフライパンでチャチャチャっていこう。フライパンでピーマンチャチャチャ、ピーマンチャチャチャ、ピーマンうんちゃ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 チャチャチャ。ちょっと今日変だよお前。へん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 。日本使っちゃう。日本も使っていいんですか、そんな魚肉ソーセージなんていう悪魔の食べ物を。どこに魚の肉があるの？魚に肉あるんか。身だぞ魚は。そんなこと言わないでください。僕だったら好きでこんな名前で生きてるじゃないんですから。まるすいません、まるすいません。いや、すまねえと思ってねえよ。それでなんか芥川賞でやってんじゃない僕は、芥川なんかより僕の方がほんと優秀ですよ。太宰治賞なんでねえんだよ。チャンチャンチチチャン。ちょっと大きめにね。魚肉ソーセージってね、ちょっとあの醤油でテリトリテリトリってなるとめちゃうまい。でそのテリトリの中に何ていうんですか、ポリポリ、パリポリ、ルルルルルルル、ゴーゴーゴーが入るともっとうまいですよね。もっと梅が出すがね。はいはい、ほほほい、はいはい、ほほほい。ちょっとこうインスタにアップしよう。プチインスタにアップ。はい、これね、まずこっちからいきます。ソーセージからね。ソーセージはね、あ、落ちた、やべ。これ前にあげよう、後で。いい子だな、まあいいよ。はい、ソーセージまずこうやって炒めちゃいますね。お、向こうが戻ってきたね。こういうのを料理一度に作ろうとするとさ、いろんな、こう、なんていうの？ハードルがありますね。これを一度にやるのがやっぱり大事なことですか。一度にやるですよ。こうやって炒めてあげて、ちょっと焦げ目つくぐらいまでね、炒めてあげて。こうやって炒め、この大きさだと、あの、あれだよね、弁当みたいなやつでしょ？お、いい感じでこっちね、上がってきましたね。上がってきた、温度が上がってきましたよね。ピピピが鳴りました。まず最初はちょっと冷凍コロッケから食べてみましょうか。食べてみましょうかって言ったら、今食べるわけじゃないですか。食べてみるだろう。はい、冷凍コロッケ、これね、冷凍コロッケ、生協の冷凍コロッケ。3つ、4つやっちゃおうかね。あと2つの取り。あ、やったー。何分だ？
大体俺はこういう料理のマニュアルさ、まともにやんないんだよね。ダメだ、見えねえ。はい、それこっち先だ。お、この感じいいね。魚肉がほら炒められてます。これちょっと炒められすぎね。でもこのぐらい炒まった方が美味しげだよね。黒焦げんとかどうせ俺食うんだ。はい、入りましたよ、これ。野菜の上に揚げてて、そうするとほら、一時回避、こうやって一時回避すると、で、ソーセージの味はそんなに下にはいかないけど、これはいいですよね。こちらはそのまんま、はい、じゃあこうやって固まってくるからね、返してあげると。お前は帰れ。色がね、こういい色になりますからね。はい、ソーセージはね、だいたいいい色になったねっていうあたりでね、今が今度はこれね、ほら、すごいいい感じになってきた。で、温度は、これが上がると温度を超えると上がりませんから、それを旨味を加えてね、そういう味を入れて煮込む。そんな味じゃの高温で出てきましたよね。そうするとうまいんだよ。はい、でこっちはね、そのままいきましょう。おー、うまそうだな、こっちも。これ冷凍ってさ、ちょっと待ってないですか。結構は冷凍して飲むんですよ、ね。こっちはどんどん煮詰まってきましたね。もういいですね。はい、もういいです。あー、これいいです。これでいいです。これ一品できた。コロッケが上がる前に一品できた。このおいし、なかなかのものじゃない。名前はあ、マサでございます。で名前聞いてどうする。次にお待ちのマサヤさん、マサヤさん、まあ、いい感じやね。うん、オッケーオッケー、中まで柔らかいですね。はい、じゃあまずチョリさっきは良かったです。さっきはまあ良かったよ。わからない、はい、これ冷凍でしょ。冷凍物に助けられるっていうのはあれだよね、やっぱり。なんていうの、雪のね。あ、これ電子レンジで簡単調理だってさ、揚げねんだわ。ちょっとやだね。ほら、これ電子レンジで簡単調理だよ、これ。ああ、浮かせでしたね、マサヤさん。これじゃフライ油を用意したら立つ意味がないです。
があります。アジフライ、これもさすがに電子レンジでダメだろうね。こうやって一つのものを開けて少し残しとくのはね、これ斬新と言いますかね。これ一つだけ残ってますね。次回これ使います。いいね。松田さんいいですね。これであと一口餃子も冷凍のやつありますんでね。俺が作った餃子もあるんだけどさ、もうせっかくだから今日はお前たちにみんな任せるよね。はい、こっち側に準備オーライ OK ゴーゴー、準備オーライ OK ゴーゴーが出てきますね。準備オーライ OK ゴーゴー、鍋が二鍋ぐらいがね、でき始めた頃上がるべきものたちを置く、上がったものたちを置くべき場所を作るんだ。そうやってそうするとちょうど手順的にはねいいわけですよ。ここで油が切れたやつが、俺たちはコロック軍団、俺たちはコロック軍団だね、わかって、必ずこういうのは返すのを忘れないようにしましょうね。今夜は返さないわ。いや、分かったら返すな。OK。はい、じゃあこれね、一口カツマヨ。適当に回します。当たるなら終わり。一口餃子たちがね、次は。だってさ、俺結構焼くのは嫌いなんだけど、揚げるのはまあ勝手に揚がるだけだからさ、あんま気にしないね。でも中に何入ってるか分かんないじゃん。段ボールも入ってても分からんし、入ってねえろ。昔なんかそういう人でやってたことしまってたから、別に悪気だったわけじゃない。悪気あるでしょ。だって、ね、その労働条件がひどいから私を助けてってやってるわけだからさ、ひどい労働条件が悪いんでね、その人が悪いわけじゃない。いや、それなんか悪魔の子守歌だ。何それ。オイラはデビルだけど悪者じゃないよ。いや、そっか、さっきはまあ何でもいいよ。ちょいカレーね、ちょっとだけ、ほんと少し香り付けね、今日は香り付け、香り付け、それとクレイジーソルト、ほら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 、もっと早くからこれ味付けしておかないとさ、せっかくのいいチャンスだ。あ、なんか老眼鏡落ちてる。これすごいんだよね、たまにずっと探していることがありますから。あの、あれだよね、そばにあることが分からないんだよね。ローガン鏡、ようこそ、どこ行ったの、見えないよ。あなたは老眼鏡、衰えてきた体を補い僕を助けます。いい歌だろ、老眼鏡の歌。はい、ようございましたね、老眼鏡で。ようございましたね。どんなだろう、もう一回転ぐらいしましょうか。もう一回だね。もうめんどくせえからさ、何分とかって老眼で見えねえからさ、それ老眼鏡ないからわかんねえなと思って、もう何でもいいやと思ってやりました。ああ、奥が深い。貴様
キャッシュー。はい。もうちょい行きますか。はい、もう行きますか。すぐ止まるね。はい、じゃあ粉。粉もかなと思うね。唐揚げは高温でやりますから、餃子これこれね、順番ね。ちょっと塩で、あの水の中入れとくね。入りが入れますね。ああ、どうやってやるんだろう、これ見とけばよかった。なんか中まだみたいだね。なあ、まだだな、ちょっとな。ラップしてやっぱやった方がいいんだな。ラップしてやるぞ、方向転換。ラップすると中で水蒸気が出ますからね。なんかパンチャーがよく合わないね。バッコボッコバッコバボボンバンボボンボンボンバボバボボボン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 。これローワン卿の歌ですか。カツの唐揚げの歌。はい。OK。Go go go。はい、じゃあアジ、アジフライ。アジフライはね、自分でさばいて作るともう本当美味しいから、これも美味しいよ。手間考えるとな、ただアジフライにするだけだったらこっちの方がいいよなって思うよね。それは間違えた。間違えてねえよ。俺はあんたのものが一人一人作ることができないから。トリッキーマサリア。もうなんか餃子が一気に反乱を起こしてる。僕らを銃撃してくれ。正解にいいですよね。ダメだ、中から不満分子が出てくるのを待つ。ちょっとね、こう少しとなったところに粉が入って、お前たちがみんなやっつけてやるぜみたいなね、そういう、ああ、まずだね、これはね。しっかりとパリポリになってますね。固めになってるところがね、いいとこやね。はい、OK ですね。はい、そしたらこれがね、最後ですね。この温度でやるのはこれが最後。この後がね、水ちょっと入れましたね。そしたらこう、クリクリって回してやると、クリリン、クリリン、クリクリリン。この、切れ目の方を下にしてね、こう、ちょい水が入ってやったね。それが一番いい。はい。温度が入ってね、ナス天ぷら、不思議な食べ物だよね。ちょっとなんかこれ粉が余っちゃったね。もうちょっとちゃんと拭いて、こっち、まあ、これもこれでいいね。これもいいでしょ、このまま唐揚げにしても。これはあまり早くて、パリパリとこうね、薄切りにしたいんで、まずはこれを加えて、そっちやっちゃう、皮ごとでいいでしょ。
必ず返してね、こうやって浮かんでるのは上の方に水蒸気が行くから返してあげないと多分ね。でこっちに、はい、餃子ぐんだん、餃子ぐんだん、ぽよぽよ餃子ぐんだん、ぽよぽよで、そうね、天ぷら、ほいほい、ほほほい、ほいほい、はははい、おいしいね、この人たち、おいしいね。これもういいんですね、これ生でも食えるもんだからね。逆にこれ水蒸気が中でこう出てますから、はい、温度を高温にして一回火を入れてもう一回つけますから、ね、そうするとリセットかかりますんでね。リセット OK かな、もうちょっと。もう皮までね、ちょっと出てきますから、これをここで、これをここで切らしちゃおうか。まあ汚いものは掴んでないけど、金玉とかストレートなおやつとかそうですよね。ね、こうやってこれキャベツと一緒になりますからね。どうしようか、このままでいいね。はい、これキャベツ、まあ、マヨネーズとか塩とか好きなの使えりゃ、キャベツだけ、これ葉っぱが上手に持ちました。これだけだと大体取り持たないで、ね、素材の中の水をね、大事に使う。俺の勇気だぜ。タラリラッタラッタッタラッタトットトンってお勇気。なんて言ったのこれ。なんだか噛んじゃったなって言ってた。俺の人生そんなもんじゃないよ。料理されて食べられるのが俺の人生さ。私を食べて、私を食べて、パイアッパー、はい、キャベツでピピが鳴りました。これ2つがね、ちょっとこうあえてあげると、あえてあえてあげれば美味しいと思うんです。これ名付けると大根ひらひらのキャベツ千切りサラダ。いや、まんまでしょ、それまんま、マンマ、マンマにはロザリオね。これあれですよ、あのエンゾが海の中で人儲けした時に言う言葉ですね。ロザリオフォーマンマ、いや、イタリア語使え、はい、ロザリオエニクモニコーネ、それイタリア語じゃない、アインスバイドライ。それがワンツースリー。イタリア行った時、イタリア語会話一生懸命勉強したんですよね。新婚旅行でさ、そう、ちょっと奥さんにいいとこ見せられんじゃないかと思ったけどさ、まあ、旅先でちょっとぐらいいいとこ見せたって、人生グロースでダメだったらダメだよね。一時の迷いを。まあ、内定離婚はしないで済みましたよ。大阪経由したから。面白くもなんともねえよ。あ、ちょっとカレー粉の香りがいいですね。うん。なんかほら、眉が来てますよ。俺の飯はまだか。じゃあ、そうですね。お前の飯はねえよ。これ俺の飯、ほら、いるか、ほら、いるか、食ってるよ。結構好きだよね、キャベツ。まあ、俺は女好きだし。
はい、やっぱはい、唐揚げがね、できてきましたね。唐揚げができてきましたね。うまそうじゃろ。新しいこれいいね、テフロンこれね。もう本当に粉の量と温度の関係でみんな味わいが変わるからね。粉を多めにするとやっぱりあの何ていうの、売ってる唐揚げに送りた感じになりますよね。あんま好きじゃないんだけど、血糖値上がるじゃん。うまそうじゃの。二度揚げしようか今日は久しぶりに。一回揚げて、なんていうの、素材の中のね、水分が外に出てくるんで、で、もうちょっとしたら、もうちょっとしたら、ちょうどこれを片付けてるぐらいするとそうですね。片付けてるぐらいしてる間に、美味しさが、地球を一周回る。ね、そしたら地球を一周回るっていう、そういうことですよね。美味しさが地球を一周回ると元に戻ってくる。なんかもう舞ちゃんずっとこう回ってるんだよな。せっかくだからこれをあげるか、かわいい舞に。さっき落としたやつね。これ舞待て。ダーン。はい、これはあの奴隷の反乱という劇です。激な。唐揚げはね、2回分出てちょっと冷えないとダメですよね。待ってください、お殿様。それでは民衆の心が離れていきますよ。構わん。弱。ねえ、この音はやーって出るでしょ。これが民衆の気持ちだ。でも水の中で作業したって何も変わんねえもんね。圧倒的な作業の差があるんだけど、差があるんだけど、まず警官と軍隊全員毒飲ませて殺したからだよね。おい、そんなこと言うなよ、お前。一生懸命生きてるんだぞ、みんな。そうだよね。やっぱ、うん、音が下がってきましたね。もういいでしょう。はい、2度目上がりました。唐揚げの2度目揚げね、こうより乾燥しますから。最後まで走ったぜ、それ乾燥。はい、ということで、温度って言いました、まあこれぐらいは十分でしょう。で、あとはサラダとこれはですね、じゃあ僕もそろそろご飯食べて元気に生きるとするか。腹減ったぞベビー。じゃあね、バイバイ。